いつも ADMJ TV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして島田でございます。はい。そして声だけ小林でございます。はい。よろしくお願いいたします。さあ、お知らせはこちらです。早いものでこの日がやってまいりました。松屋銀座さん、はい、2023年の春の感謝祭でございます。はい、3月10日金曜日と11日土曜日の2日間ということで、もうこの時は、もう大人のデパートの遊び場は楽しい楽しいの。もうね、盛り上がっちゃうイベントなんですけれども、はい、もちろんそこに常にお客様をお迎えしている ADMJ の店舗でも、はい、ちょっと張り切ってどうぞの感じなんですね。そうなんです。はい。張り切ってますね。楽しみです。お待たせしました、お客様。はい。ということで、ずらっと並んでおります。詳しいことは、では、島田さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい。いつも ADMJ TV をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。そんな春の感謝祭、商売会では、スペシャルアイテム多数ご用意をしているんですけれども、はい、その中でも、とっておきアイテム。なんで私を見るの？小林さんの愛情と言いましょうか。松屋頑張れ、島田頑張れというエールだと思っております。そんなことないです。これはまだ送ってない。聞いてんの人の話。聞こえてないです。すみません。耳に入って聞こないんです。すみません。半分は小林さんの愛と、そしてこちらは私、まだこれ私の愛。どこの売り場にも出たことがないですね。昨年の12月にショップチャンネルさんのネットだけで受注生産をさせていただいたアイテムなので、はい、まだその本当に売り場に在庫が並んだっていうのが一度もなかったんです。ここでご紹介してるんで、なんかもう知ってるつもりでいたけど、はい、 ね、そうなんですね。どうしても私これ携わらせていただいたので、どこかで商品ご紹介できないものかと、でこうスケジュールを逆算していった時に、あ、商売会間に合うじゃんということになりまして、店舗では初公開のマルチマテリアルのボストンバッグ3色と、そして小林さんこちら新型のツーウェイトートバッグ、はい、かわいいですよね。かわいいですね。このサイズ感、ADMJ これが待ってましたっていうぐらい、はい、なんかこのサイズ感と、はい、このナストルスピガート、はい、ね、うん、新作で、うん、実はこれ3月の SSV のバックアップにショップチャンネルの、はい、はい、出るものなんですが、バックアップなんだ、はい、これもちょっとダブルプライスでご用意してるので、はい、ショップチャンネルでは、はい、はい、で松屋は商売会なので、ええ、まあ、それなりに、そうですね、それなりに、そうなんだ、はい、はい、これは私はごめんなさい、白金買います。ずっとごめんなさい。ごめんなさい。します。早口で言えばいいと思ったら、大間違いだよ。ごめんなさい。ごまかせないよ。本当にカラーバリエーションが豊富で。5色。小林さん、そうですね。はい、小林さんは白金なんですね。はい。はい。こちらが、漆黒。そして、紺ですね、はい、うん。紺はこの同色系のショルダーストラップに、内装はオレンジと、グレー系、ああ、かっこいいですね。この内装。サイズ感が本当にこれ絶妙ですよね。うん、底幅で約20前後といったところでしょうか、はい、うん。この高さでこのワイドのものってなかったですよね。そうなんです、そうなんです。ね、なんかこれが欲しかったっていうサイズが、はい、やっと完成して、はい、こうハンドルのバランス、2Wayにした時のサイズ感、私昨日実はショールームで、はい、この白金をクロスボディした自分ににやけてしまいました。本物だ。そう。でも確かに使いやすそうだな。そうなの。うん。これは本当に絶妙サイズが出来上がって、いやーなんかシュリンクレザーね、新しいこのシュリンクレザーは、はい、なかなかこう定番以外では。こうシュリンクレザー の雑記でねご紹介するそうです、ね、はい、ものが少ないので、はい、というかね本当にないよね。ないですね、はい、なのでこの新作が出た時に、はい、ゲットしていただかないとなかなか店頭にも並びませんし、はい、いいんじゃないこれ、うん、いいですよね。なんでこれなかったんだろうって感じでしょ、ね、これまた根皮はしっかり太くついてるんですが、うん、持ち手の部分はキュッとこう、ね、丸い芯が入っていてすごく手なじみ肌なじみがいい太さのハンドルだと思います、はい、だいたいこういう根皮のものって
持ち手の部分をちょっとこう太く作るものが多いんですけど、ね、根皮って何ですか。このハンドルの本体に叩く部分ですかね、はい、うん、ボストンバッグで言いますと、ごめんなさい、こちらのシエナの角管の下の部分、ここを根皮というふうに、すいません、はい、いや勉強になります、はい、はいはい、うん、そして小林さん、これ、はい、新色ですね、はい、シラ茶という、シラ茶、はい、へえ、新しい、以前まであのアクという似た陶器系のカラーがあったんですけども、うんうん、これあの、うん、私たち社員であったり、なかなか区別がつかないぐらいの色の差なんですけど、うん、やっぱりデザイナーの小林先生は僕アクよりシラ茶が好きだということで、これから徐々にこのアクからシラ茶に変わっていくという第一弾がこちらショップチャンネルさんでご紹介をさせていただくんですが、はい、オンエアに先駆けてこの商品会でこのバッグご紹介させていただけることになりました。はい、小林さんありがとうございます。はいはい、はい、そしてこのマルチマテリアルのボストンもこのマルチのタイプ、うん、そしてグレー系ですっきりとまとめたのタイプ、これ小林さん以前クイズを出されましたが、はい、変なこと言っちゃったな、もうごめんなさい今多分素材名言えないと思います。これがブラック系でまとめた結構自滅するパターンの人ですね。ブラック系とこれはもうそれぞれ特色があるマルチマテリアルですので、本当に、ぜひこれはって、なんか言っても、あの、全然こう、ごめんなさい、響かない。私と、説得力が。3月10日までに、あの、すべての素材私勉強してインプット、再インプットしておきますので、楽しみ。点灯クイズやりましょうかね。そうですね。お客様の前で恥をかかないようにですね。とかもう絶対いらっしゃるお客様ニヤニヤですよ。あの皆さん、あのお客様ご挨拶する前に、あ、島田君これ何ってそれいいですね。もらえますか。3秒以内にお答えできるようにですね、はい、自分でハートが上げるの勉強しておきます。でも本当に稲垣さん小林さん本当にこの ADMJTV を毎回楽しみに見ていただいてるお客様、はい、先日京都伊勢丹さんの店頭でお目にかかったんですけど、昨年阪神百貨店さんのイベントでショルダーストラップをオーダーいただいて、うん、あのスワロビーとスワロフスキークリスタルがソーイングされた非常に高価な、はいはい、ストラップをオーダーいただいたんですけど、島田くんこのストラップに合うバッグ紹介してっていうふうにお客様来店するなり、あれこれどこかで言われたことあるなと思ったらお二人のパロディーを店頭でしていただいたという、これ相当見てらっしゃるなと思ってお話を聞いていたら、もうほぼ全ての回を網羅されてるお客様で、ありがとうございます。本当にね、ありがたいなと、もう本当に。お会いしたい。はい、そのお客様はちょっとこう、身内にの方にご不幸があったり、その後にコロナ禍が始まったっていうことで、ちょっとこう、なかなか心が、辛い時期があったそうなんですけど、ある時のこの配信で、小林さんがちょっとこう、靴を、足を上げた回が、ちょっと今ごめんなさい。そうですね。スニーカーを多分。そうですよね。あ、コーディネートの時だ。はい、ああ、そういうのあった。その時に稲垣さんが隣で爆笑をされた、その声で、私は救われたのって、本当にあの、お客様おっしゃってくださって、何かあの笑い声で、暗いコロナ禍だったんだけど、私の心は吹っ切れたんですってお客様、ありがたい言葉をですね、かけてくださって本当に。ありがとうございます。いつもね、オートバイに乗って移動されるということでしたから、事故などもないように。じゃあもうこれから毎回足上げてください。毎回笑いますから、ね、もうこの台より上に上がらなくなってます。でも、本当ですよね、はい。ちょっと今、お尻を吊りそうになりましたが、ね、はい。3月10日金曜日は、小林さんと私、島田で、はい。店頭で、売店しますので、ぜひ皆様、楽しみです。お待ちしております。はい、はい、商品のお問い合わせは、直通の電話番号 5524-5805 までお問い合わせをお待ちしております。はい。そしてまだありますね。この配信の際に開催中のイベント、阪神百貨店さん梅田本店3階イベントテラスで、3月1日から7日、これ非常に広い場所をいただいておりますので、はい、ぜひゆっくりとお客様商品ご覧いただける機会でございますので、こちらもご来店お待ちしております。はい。ということで、本日は、ね、半年に1回しかないので、はい、皆さん心待ちだったかと思いますので、3月10日、11日、2日間だけの商品会のご案内でした。まだ松屋カードをお持ちでない方は、事前にお作りいただくとスムーズにこの2日間でお買い物していただけますので、うん、ぜひお待ちしております。はい。それでは、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。